ちょっと面会しとこうぜ、ガラス越しで。来たよ。どう、痴漢影お勤めは。どう、しんどい、刑務所内でいじめとかあってない。10月22日までにクリアできたら、あれだな、全員釈放だな、御社で。クリンって何タイプだっけ？毒か。毒はちょっと使いどころさんがない。ええ、まさか、ええ、いや待って、まずい、これはまずい。逃げなくては、この草むらから。てか、よく考えたら弾がないか。弾、あ、弾、あ、5個あるか。5個あるならいいか。え、どうする？でも校長でもありだな。え、ちなみにさ、エメラルドってリーフの石って入手難度どうなんだろう。やべえ、アクア団からヤクザから金巻き上げちゃった、わざまし巻き上げちゃったよ。泥棒だっていけない、ガチで逮捕者になる。ポケモンもポケモンならトレーナーもトレーナーだなみたいな。で、キノコ、うー、勝てるのか俺はこいつに。俺はこいつに勝てるのか。なんて強えんだ、さすがだな。現実世界と準拠している。ヤクザは強い、子供では勝てない。攻撃力、あー、もうタヌマ、タヌマがもうすごいね。タヌマもしかしてツーアウトじゃない？おいおい、いやさ、アクア団がノーマルタイプのポケモンなんか出てこないよな。ルリリとか出してこないよね。出してきたら罪なんだけど。さあ、キノコ捕まえました。森の湿った腐葉土が大好物。腐葉土っていうのは、土のことですね。長雨の後森に入るとキノコがたくさん集まって腐葉土食べているよ。なんで急に、幼稚園児に話しかけるみたいな口調になったの？知ってる？六丸くん。たくさん集まってキノコはね、腐葉土を食べているんだよ。初心者にも分かりやすい、地方でも分かりやすいな。よし、キノコといえばマリオでしょ。ああ、気まぐれクック出身が2人もいるんだけど、どっちも気まぐれクックだ。僕のエントリーコールドのメールアドレス内の平均年齢が40をオーバーしつつある。プラスルマイナー、ピカチュウのマスコット枠を、ああ、それやめてほしかったな。ダッシュすべく奔走したけど手も足も出なかった、かわいそうなポケモン。何なんだ、何を食うんだ。戦闘中に物を食うな、行儀は悪い。このポケモントレーナー60からフェロモンがね、フェロモンがほとばしってると。だからマリオって言うとさ、やっぱそ、どうしてもさ、僕の中だとその冬彦の息子サノシロの方が先に出てきちゃうんだよね。あれかもしれん。でも逆にね、好きなゲームをいっぱいやる人間なんだよね。本当に。テイルズとかも必ず2週3週ぐらいするし。逆に何してたの？あのね、みんなと違って僕、友達めちゃ、リアルに友達がね、400人ぐらいいたからさ。本当に。学校中に。その友達と遊んでましたね。だってあれでしょ？なんだっけさ、みんなさ、知ってるかな？友達100人できるかな、なんてラララリラトゥトゥルトゥ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 居合切りいつもらえんの？あそこで遥かからさ、遥かをスルーしちゃったか、居合切りは多分ね、覚えるんだよ、あれが。唐津美の民家でもらえる。なんでずっと黙ってんのね。嘘でしょ、この人たち。なんで今までずっと黙ってるの？信じられないんですけど。前の枠でも言ってた？本当か？本当嘘つけ、言ってないだろ。哲学的な話、あ、そうだ、哲学的な話しましょう。マリオの話、マリオ、そうそう、マリオの話。マリオって一口に言っても、みんなの中に思い浮かべるマリオっていうのはそれぞれ異なりますよ。
じゃあみんなが思い共通して思い浮かべることができる共通のマリオ、真のマリオとは一体何なのか、そういう話に持っていきたかった。そういう哲学的な話をすることによって、まあ、僕の株を上げたかったっていう。問題です。もともとリンゴは5個あって、さらにそこにリンゴを3個追加しに買いに行きました。合計リンゴはいくつでしょうか。え、8個じゃないの。ブッブー、不正解。女はね、そこでリンゴの数を答えるんじゃなくて、どうしてリンゴを買いに行ったのか聞いてほしいの。あれがイデア論です。さあ、そういうの読んでたんだよね。死に至る病とか。ここじゃないのか。死に至る病とか、なんかそういうファウストとかさ、かっこいい系のやつを読んでたのね。どこでもらえるんだ。どこでもらえるんだ、居合切りは。でね、唯一僕がファウスト読んでる時に話しかけてくれた、男子高校同級生に、あ、こいつか。何読んでんのって聞かれて、ん？言っても理解できないよ、つって。多分それが始まりだろうな。多分そこで道が分かたれたんだと思う。僕が、属性と。多分そこで僕は、つながりを断ち切ってしまったんだろうな。唯一の。今度は ASMR でゲーム配信しろ。じゃあ今からやっていくわ。今からな。今からやっていくわ。くちゃくちゃうるさかった。でもそれが ASMR だからな。くちゃくちゃ食べろって書いてあったよ。なんかね、すごい ASMR が、すごい伸びてる、VTuber の方がいて、それを参考に作ったんだけど、すごいくちゃくちゃ言ってたよ。くちゃくちゃペチャペチャ言ってたから、あ、なるほど、こう、そういう風にやるんだって。あれで YouTube って基本的に、あれだから、全部台本だからね。全部。真実なんか何一つもないんだよ。全部偽物だよ。多分あなた方が見てる、好きな YouTuber さん、まあいろいろいると思いますが、もう全部嘘だから。全然毒んないんだけど、何これ。何やってんだよ、田沼沖継ぐ、マジで。待って、3回目じゃないかこれ。おい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 、タルマ3回目じゃないかこれ。60くん久しぶり。お前、俺の前から逃げたもんな。覚えてるぞ。俺は俺の再戦を拒否し、遠くに逃げた負け犬が今更のこのこなんのようだ。だからちゃんとちょっと勝負しようよ。しまらねえ。まあいい、気合い入れていこう。混乱している。自称しろ。リストカットしろ。ナイス。ナイスリスカ。リストカットされて褒められるなんて、僕のこの配信ぐらいだけだぞ。タヌマじゃ結局詰められないもんね。これスイッチでいこう。スティッチがどこまで攻撃を耐えられるかどうか。うわ、強そう。強そう。おそらくまずは素早さが抜かれているから、岩石封じを当てる、もしくはフラッシュ。フラッシュは次に生きる。まあ、岩石封じか先に。なんだ、ヒノコって弱。強い。びっくりした。急所か。やっぱりびっくりした。びっくりした。強すぎる。めちゃめちゃ強いかと思っちゃった。急所か、あぶね。でも気合いだめ、急所。オッケーオッケー、外した。でかいでかい。で、チョンパ。当てろよ、タヌマ、沖継ぐ。お前はだから沖継ぐなんだ。タヌマ当てて。よし、ナイス。理想は超音波で、リストカット2回で、出血作量で亡くなってくれるのが理想。オッケー。これ、最悪。ここ。クレバーな動きしていい？ここクレバーな動き。ここ回復です。自称しろ。自称、自称、自称、自称。終われ。両手首かっきれ。かっきれよ、そこは。いや、もう攻撃。無理だ。いっちゃ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 い。やっちゃい、やっちゃいにした。全然ダメージないな。やっちゃいにした、お願い。くそ、たらん。よし、勝った。いけ。よし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 。よし、オッケー。あと何？あと誰？
あと誰だ、もう一人。ハスブレロ、ハスブレロ、あ、よかった。これダメージレース的にもタヌマの方が有利かな。いやーよかった、ここに来てタヌマ大活躍。てかタヌマ自体がめちゃめちゃ刺さってないか、はるかに。タヌマはるか特攻あるね、間違いなく。じゃあ思ってたら強いよ。どんな問題、よかった、意外と楽勝だったね。よしよしよし、ダウジングマシーンはまあいらないわ。その時までにもっとポケモン育てといた方がいいよ。ムカつくマジで。